トムロフトのレース場と飼育日誌鳩と一緒に遊びましょう。おはようございます。6月26日月曜日の朝です。はとさんおはようございます。今日の棚の上の位置はあ2話ですね。つがいの鳥です。手前の灰はグランド来た鳥奥のハイゴマは種畑候補として残しておいた鳥です。 生後15日ぐらいのひな2羽を育てている最中です。これから社外を開始します。土曜日は訓練に行って、訓練以外の鳩は空を飛んでません。昨日は集団シフ特異曜日ということで社外をやめてます。久しぶりの社外になります。どんな飛び方をしてくれますか。2日間社外をしてなかったので、ハトはなんか息がいいっていうか元気ですね。 旧車から出てきて結構飛び上がってくれてますし三番子の遅っ子の方も少し外に出始めました怖いなあ、なんと思いながら眺めてます今日はなるべく三番子入れたばっかり今日で三日目の鳩はちょっと出ないでほしいなあと思ってます飛び始め直後から旧車の少し離れたところを飛び始めました南東の方角ですね どんどんこう、旧車から遠ざかっていくような感じですね。まさか、このまますぐに遠征とはいかないと思いますけども。旧車からずいぶん離れたところを飛び回ってます。何番ぐらいですか、これ。三十番ぐらいですかね。一、ね、番こと二番こぐらいかな。なかなか飛び方いいですね。切れがいいし。ああ、どん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 遠くの方。法政大学の。向こうへ飛んでいきました。 飛び立たずに旧車の屋根の上にいる鳩たちです請求もいますし一番子もいますねまあ、三番子は一番多いと思いますまだ旧車の中にも三番子入ってますので旧車の中にいる三番子は外に出さずにそろそろ出社口を閉めたいと思います ただいまの時間は六時半になりました。社外直行から遠征に行きました後が、今は戻ってきました。今日の遠征時間は六十分。割と長時間の遠征をしてくれました。戻ってきまして、今、旧車の周りぐるぐる回ってますけど。屋根の上にいた鳥も少しずつ飛び上がって、上空の集団に混ざっているというところです。 今日の遠征は1時間でちょっと長くて心配だったんですけども集団で帰ってきてますから集団失踪というわけじゃなくて、えー、戻って来れなくても1話とか2話とかそういうレベルじゃないかなと思ってますいなくなる可能性になるのは5月生まれの3番子たちですねこの5月生まれの鳥が今一番危なっかしい時期だと思いますこの葉たちがいなくなってなければ もう今日の遠征は大成功ですそれにしても社外をするたんび遠征するようになりましたこの遠征する癖というのをつけたいですね疾走を怖がってこの遠征癖をなくさないようにしたいなと思ってますあとはまだ飛んでますねもうそろそろ降りてきてもいい高さを飛んでるんですけどもなかなか降りてきません まあ見てるときはそんなものかもしれないですね、えー、見るのをやめちゃうとさっと降りてきそうな気がしますもう一周ぐらいで降りるのかなんどうだろうなんか飛び上がる鳩もいたりしてあ降りてきましたあやっと降りてきましたお疲れ様でした1時間とちょっとですね遠征時間気象時間です降りてきた鳩 どうですかね口開けてるのはこれ手前にいる黒熊の刺しこれはハトが戻ってきてから飛び上がったハトなんでこれは遠征に行ってないですね。あれよそのハト入ってますね今日もね。このミーリーみたいな鳥これはうちの鳥じゃないですね。ということはこの集団の中にまた他球種の鳥が混じっているようです。 でもこのクリミイリーは可愛いななかなかいい顔をしてます急車の中に入ってくればどこの急車の鳥かわかるんですけどもどこの鳩と一緒に今日は飛び回っていたんでしょうかしばらくこのまま屋根の上で遊ばせて7時ぐらいになりましたら呼び込んで今日の社外を終了したいと思います 電線に止まったりが一応いましたので今それを撮影しています足の方を見るとセロワが赤色のセロワですねこれはうちのハトではないですね、まあ、電線に止まるということと色が違うということでうちのハトじゃないことが判別できますずっと寄ってみたんですけども残念ながら旧車名は確認できませんでした 指示になりましたので呼び込んで今餌をあげているところです今日は良さのハットが何羽か混じってますのでうん入社どうなのかななんて思って眺めてます今入り口のところですね床のところはこんな形で今食べているところです社外するたんびの遠征なんですけども今日の社外 の遠征1時間はそれほど気にならなかったですね4月生まれの3キロ訓練先日行いましたのでその気持ちの余裕かなと思ってます帰ってき方も集団で帰ってきていますし多球車の鳥を引っ張ってきているということは、まあ、飛翔力があれば置いてきぼりにはならないんじゃないかなと思ってます 今、これ旧車の中でさあげてたんですけども、旧車の中に1羽迷い込みの鳩が入ってます。この背ゴマの鳥ですね。住所管が付いてましたので、捕まえて確認しました。もう結構遠いところの連合会の鳩ですね。埼玉北辰連合会の鳩です。こっから。 広い以上離れてますよねそこのハトが今日迷い込んできましただいぶガッツいてますね <laughs> ガツガツ食べてます背中が空いていたのかなうん昨日あたりそして今日うちのハトの集団に迷い込んできたのかもしれないですねこの迷い込んできたハト後でポケモン GO で公園へ遊びに行ったときに放棄したいと思います お腹いっぱいになってますからしばらく飛び回るスタミナはあると思います本日もこのブログにお申し上げありがとうございましたまた次回もお越しいただいたくよろしくお願いします失礼します